国際上温核融合学会賞は英国日本部を置く国際上温核融合学会から上温核融合分野での研究の進展に貢献の高い研究者に贈られる国際的な賞である。1993年にイタリアの自動車メーカーのフィアットにより上温核融合の研究の促進と実用化の支援を目的として上温核融合研究の進展に 貢献の高い研究者に贈られる国際的な賞として設立された。この賞は1993年にイタリアの自動車メーカーのフィアットにより常温核融合研究の進展に貢献の高い研究者に贈られる国際的な賞として設立された。当初トリュフ賞として発足された。トリュフ賞の名前の由来は第1回から第4回までの 国際常温核融合会議が開催された、イタリアのピエドモント地方のアスティの名産である、キノコ類の高級食材のトリュフであり、隠れているが絶品である、との意味が込められている。その後、2000年の4月に他界した、イタリアの理論物理学者で、常温核融合研究に高く貢献したジュリアーノ、プレパラータを記念して、2004年3月に、イタリアのアスティで行われた第5回。 国際上音楽友好会議において、ジュリアーのプレパラータメダルと賞のメダルが名付けられた。プレパラータメダルは銀製であり、すべてのメダルは2003年にアスティ財団より寄贈されたものである。また、2008年には、日本の愛新世紀名誉相談役であったトヨダ、豊田ミノルの行為により 94g の18カラットの金製のメダルがミノルトヨタゴールドメダルとして寄贈され、 2009年10月にイタリアのローマで開催されたに、第15回国際常温核融合会議にて英国の科学者で常温核融合研究のパイオニア的存在であるマーチン・フライシュマンに授与された。近年では受賞者の発表とメダルの授与は国際常温核融合会議において行われている。ABCDEF The International Society for Condensed Matter Nuclear サイエンス、プライジス、イッサムズプライジス。2003から2013ザ、インターナショナルソサエティーコンデンスドマターニュークリア、サイエンス、2013年3月6日閲覧。ニューエネルギータイムズ、トリュフプライズスポンサードバイフィアット。ニューエネルギータイムズオントリュフプライズ、2013年2月11日、閲覧。AB、イッサムズ、イッサムズミノルトヨダゴールドメダル。 イッサムズ2013年2月11日閲覧。ありがとうございます。